イオントップバリューでダイエットにおすすめの食材選んできました。今回はお料理に使うチーズ特集です。早速本題に入ってまいりましょう。もうダイエットにおすすめのこの食材もチーズなんですけれども、このチーズはですね、もう発酵食品でありますから、あなたの腸内環境が整って痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて痩せ体質になれる、また低 GI 食品ですから、あなたの血糖値をですね緩やかに上げてくれる食べ物です。そのことで脂肪を溜め込まずに済む。でまたですね、このチーズの脂肪は吸収されにくいんですね。でまたチーズが持つカルシウムもその脂肪の吸収を抑えてくれるわけですから、いかがですか、ダイエットにもう本当におすすめの食材なんですね。では早速一つ目ご紹介していきたいと思います。こちらトップバリューの 100% パルメザンチーズです。でこちらですね、まあ、通常の、まあ、他のブランドのものよりもすごく価格もお求めやすくなっていますし、またこちら、2種類のパルメザンチーズをブレンドして深みのある味わいに、もう本当ね味も丸なんですね。でこちらのパルメザンチーズはこちら 100g あたりカロリーはねちょっと高いんです。他の今からご紹介するチーズと比べたら高い、520キロカロリーで、糖質が 2g、 脂質が 38g、 タンパク質が 42g で、食物繊維がゼロなんです。でこちらは、まあ、パルメザンチーズってこうふりかけていただくものですから、こんなにいっぱいね食べるものではありませんから、その点については、まあ、その召し上がる量も少ないと思いますので、カロリーそこまで気にされなくても良いと思うんですね。ですからカレーやシチューやグラタンとかそういうこうパラパラとかけても美味しいですよね。では次2つ目です。こちらとろけるミックスチーズ、脂肪分 30% カット。こちらもトップバリューさんのブランドなんですね。でこちらはやはり脂肪分 30% カットしていて、しかも低脂肪タイプのチェダーチーズまで含まれておりますが、やっぱすごくね低脂肪なので美味しいんですよね。でこちらは先ほどのパルメザンチーズと比べて同じ 100g あたりカロリーがもうほぼほぼ半分ですよね。280キロカロリー、さすがです。もう脂肪分カットですからね。そして糖質も 1.1g で、脂質が 16.5g、 タンパク質が 30.9g で、パルメザンと違って食物繊維が取れます。 1.8g 入ってますから、ぜひあなたもご購入するときにここにねちゃんとこの数字がきちんと書いてありますから、しっかりこのようにこの成分表をチェックしていただいて、カロリーがどうかな、栄養価がどうかなということで確認してみてくださいね。では3つ目です。こちら豆乳とココナッツオイルで作ったまろやかシュレッドです。それがこちらトップバリューさんの商品です。でこちらですね、チーズのコーナーに置いてあるので、こちらチーズかなって思われる方も多いと思うんですけれども、実はこれねチーズじゃありません、シュレッドなんですね。でこちらは豆乳加工食品なのでチーズとはまた違うんですが、使い方はもうチーズで全然 OK なんです。ピザやピザトーストにも使えますし、グラタンやハンバーグに乗せて、あとオムレツにかけて等々を、本当にこの普通のとろけるチーズともう全く同じように使える大豆製品なんですよね。これすごく面白いなと思って選びました。で原材料も本当豆乳からできてるんですよ。豆乳、まあ、他もろもろですけれども、ベースは豆乳とココナッツオイルなんですよね。がすごくヘルシーなんですが、案外ですねカロリー高めでした。調べてみたら、まず一緒にチェックしていきましょうね。同じ 100g です。そしてなんととろけるミックスも高いんですよ。309キロカロリーで、糖質も 20.2 で多いで、脂質も 23.9 で多いんですけれども、ここ食物繊維がやはり今までの3つの中で比べると一番ダントツ多いのはこちらシュレッドタイプのこのチーズのように使える豆乳製品なんですよね。これ面白いですよね。もうパッと見もうチーズとしか思えないような、もう全くそうなんですよ。もう細切りされた、もうこちらと一緒
なんですけれども、いいですよね。こちらで大豆タンパクも取れるわけですから、お料理のバリエーションに合わせて、まあ、豆乳ベースのシュレッドを使ってみるのもよし、とろけるチーズを使うのもよし、そしてちょっと少量でふりかけタイプでいこうかなっていう形だと、このパルメザンチーズもお料理全部オールマイティで使えますから、あなたのお料理の腕をこちらを使ってどんどん振るっていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことで健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、とっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。